平野紫耀、元時を流せ友也やの影響でワイルド系イケメンへの転身を果たす。第二の流せになれる可能性とはこんにちは、読者の皆様。ジャニーズ界の新たな展開が、ファンの心をくすぐる形で進行中です。 元 KNG&OPS の平野市要26が元ジャニーズ副社長滝沢秀明氏41が主催するエンターテインメント会社とべへの合流を果たしその後のインスタグラムで見せる新たな路線への挑戦にファンたちは共感の声を上げていますワイルド系イケメンへの路線変更 平野紫耀は、その容姿端麗な王子様イケメンとして知られてきましたが、最近の動向からは新たな一面を感じさせます。彼の変わりゆく姿勢に注目が集まる中、過去のインタビューで語られたワイルド系イケメンへの憧れが新たなキャリア展開の鍵を握っているのではないでしょうか。長瀬智也への尊敬とワイルド系への惹かれ。 平野紫仕様が元時代の長瀬智也を尊敬し、そのワイルド系イケメンのスタイルに惹かれていたことは、ファンには驚きかもしれません。彼が過去のインタビューで語った言葉は、その思いを明確に物語っています。平野の、パーフェクトな顔だよね。男から見ても惚れ惚れするくらいかっこいい、という言葉は、長瀬智也の簡単の念がにじみ出ています。 また、平野の未来についての展望も明らかにされています。タキシード姿での爽やかイケメイン路線に縛られることなく、ワイルドな魅力を追求することに興味を示していることが伺えます。平野自身が、もう少し年齢が上がったら挑戦してみようかな、と語ったように、彼の新たなスタイルへの意欲が垣間見えます。髭を伸ばしたワイルドな平野仕様の可能性。 平野の仕様の未来には、新たなイメージでの輝きが期待されます。かつてのキンプリメンバーとしてのイメージを超えて、新たな魅力を探求し、ワイルドな路線への挑戦があるかもしれません。その一環として、髭を伸ばしたワイルドな平野仕様の姿が想像されます。この変化が彼のファンや業界関係者にどのような影響を与えるのか、 今後の彼の行動に大いに注目です。ワイルドというよりクール。金髪姿がイケメンすぎる平野仕用。また、過去の金髪ヘア姿の平野仕用もその魅力の一端として忘れることはありません。そのクールで洗練されたイメージは、彼のワイルド系イケメン路線へのスムーズな転身に十分にマッチしているかもしれません。これからの彼のビジュアルやスタイルの変化にも、 期待が高まります。結論。平野紫洋がワイルド系イケメンへの転身を果たす可能性は、彼自身の意欲と彼を取り巻く環境から見ても高いと言えるでしょう。彼の過去の発言や姿勢から新たなイメージへの挑戦が期待される一方で、その変化はファンや業界にどのような影響をもたらすのか、今後の動向がますます注目を浴びることでしょう。 これからも平野仕様の新たな活動と成長に目が離せません。彼の未来がどのように広がっていくのか楽しみにしていましょう。以上で記事を終わります。お読みいただきありがとうございました。